はい、観光地ではですね、ケーブルと同じ色の電線が使えないということですね。これをちょっと認識してほしいと思います。ケーブルと同じようなつもりでね、電線入れられますとね、後で手直しとかですね、造成するときにね、とっても困るんです。それとまあ一応は違反になりますんでね。最近はですね、ケーブル工事が多いもんですからね、電光一種の問題2でしたかね、切り替えスイッチとですね、タンプラスイッチが入ってですね、でまあ、電線はね、ケーブルを使ってますんでね、黒白赤をこう使うわけですね。こういうことになるんですけどね。しかし観光地でね、これをやった時ですね、これも黒赤白でね、やってる動画があるんですけどね、これちょっとまずいですね。というのは、これはいわゆる非設置側ですからね、この白を使うっていうのはですね、これコンセントがついてるという話になるわけですわね。はい、あるいはパイロットランプがつくというような話になりますんでね、これはちょっと具合悪いんですね。でこの観光時の場合はですね、黒3本とかね、黒赤とかですね、こういうふうなね、やり方だから、例えばですね、こうですね、黒3本ですね。それでね、まあ、例えばアウトレットからですね、ここまでスイッチボックスまで10メートルありますとね、大体まあ11、2メーターを電線切ってね、ピアノ線でこう挿入するわけですけどね、その時端にですね、まあ、1本は何も巻きませんわな。それから1本は1つだけテープ巻いて、かもう1本はこう2つ巻いて、でね、でまあこう入れてですね、例えばこれを0番にすると、とかですね、こうこれで3つ分かるわけです。こっちも巻いてますからね、分かるわけです。例えば3路にしましてもね、大抵はもう黒3本いきますわ。黒赤赤やったらもうテープ巻く必要ないですけどね、黒3本でしたらね、1本だけねテープ巻いておいて、でこれをね0番にするわけです。これ1個ね、でこれは1番と3番にするわけですわ。でこういうふうにですね、観光時の場合とですね、ケーブルの工事の場合とはですね、ちょっとその電線の色がですね、ケーブルと同じように入れるというわけではありませんのでね、気をつけてください。時にはですね、スイッチにですね、観光時でね、白と黒が入ってるというようなのね、見たことがありますんでね、もうそういうことは絶対せんといてください。後でね、入った職人が困るんですわ。もうね、白と黒入っとるからね、もうてっきり100ボルト入ってる思ってね、工事したらですね、おっとどっこい、これスイッチ回路やったというようなことがありますんでね、後のその手直しとかね、増設とかいうようなことを考えますとね、やはり観光時にはですね、本来の電線の色のね、電線を入れてもらうということですね。その竣工した時はね、その職人さんは分かってますけどね、次例えば5年とか10年経った後でね、他の電気屋さんが入った時にですね、あれこれどんな工事、電線のね、工事になってるのか、ひょっとしたらこれ白がねスイッチに入ってるんかなっていうような感じにもなりますんでね、まあ、ケーブルでしたらね、まあそれなりのつもりで、翻訳しますけどね、観光時の場合は電線本来の色の、使い方ですね、こういうことにぜひですね留意していただいてほしいですね。